広島市の経済観光局です。職員たちが見た目も涼しげな浴衣姿で机に向かっています。この取り組みは浴衣の着始めの祭りとも言われる十日さんに合わせて開催される浴衣で金彩を PR するために20年前から行われています。職員たちは色鮮やかな帯を結んだり下駄を履いたりして浴衣で仕事の気分を高めていました。最初はそわそわしたんですけど、夏を感じられて、1年に1回のことなので、広島の夏の風物詩のイベントなので、職員のみんなとですね、ぜひ参加できたらなと思ってます。十日さんは広島市中区の円龍寺を中心に今日から3日間開かれます。会場周辺は交通規制が敷かれることになっていて、警察は混雑防止のため来場者に公共交通機関の利用を呼びかけています。